日常演舞の食の旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。タニーズコーヒーのドーナツ5種類を食べたいと思います。タニーオレナッツドーナツ、キヌア大麦ドーナツ、キャラメルパフ、ハッフルパフリング、その下にスリサザンリングというのがあります。どれも美味しそうですね。タニーズのドーナツは初めて食べるので楽しみです。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。まずは大麦キヌアドーナツから、なんか体に良さそうな素材ですね。ではいただきます。はい、次はスリザリンドーナツ。緑色は何なんだろうな、真っ赤かなさそうです。ではいただきます。続いてはキャラメルパフ。これでフォークがついてるので本来はお容器よくいただくのでしょうけども、自分はこのままいっちゃいますね。では、はい、続きましてはアップルパフリング。今度は黄色ですね。その上にあってね、2本のラインがなんだか可愛いです。ではいただきます。ラストはハニーウォルナッツドーナツ。ちょこんと飛び出しているナッツが涙が儚げというか可愛いという。ではいただきます。最初に食べたシュガードーナツは砂糖が結構まぶされてましたけど、思ったほど甘くなって分厚く弾力があって食べやすかったですが、お砂糖がこぼれるのが難点でしたね。なので下に何か敷いた方がいいかもしれません。続いて食べたスリザリンリングは、上のチョコレート緑の部分はメロンでしたね。でもメロンの味はそんなにしないので、メロンが苦手な自分でも食べることができました。続いてその次のキャラメルクリームパフ、中のキャラメルクリームが濃厚な甘苦さで美味しかったです。ただ容器を良けれどクリームが間違いなく飛び出すので、やっぱりフォークで使った方が良かったですね。これは自分のミスです、反省。そしてハッフルパフリングは、マンゴーの味がメロンのチョコレートよりは強くて、マンゴーを感じたいと思った時にぜひ食べていただきたいと思います。そして最後のハニーウォルナッツドーナツは、シャリッとしたシュガーコーティングの音とドーナツの蜂蜜の甘さ、そしてほんちょっと乗っているナッツもしっかり食感を主張していて美味しかったです。この中だと自分の最後に食べたハニーウォルナッツドーナツが一番味を感じられて美味しかったので、今回の代表とさせていただきます。その点数は4点です。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。